おなちゃん、ご先祖様、届きますようによろしくお願いします。お願いいたします。京都府舞鶴市にある大聖寺の境内には緑色のポストがあります。亡くなった人に宛てた手紙だけを扱う特別なものです。このポストの存在を知り手紙を投函しに来る人は少なくありません。向こう行ってみんなに会えましたかとか、あと下の息子が今一生懸命将来の夢に向かって頑張ってるよっていうのを書きました。こうやってお手紙を書いてこちらで改めて向き合うことによって、やっぱりまだつながってるなっていうか、あ、まだ家族やなっていうことをすごくやっぱり実感できるので。緑のポストが生まれたのは十数年前。賽銭箱として使われていたこのポストに亡くなった子供に宛てた母親からの手紙が投函されたことがきっかけでした。お空の上で元気に遊んでいますか、お父さんお母さんを見守ってねという、早くに亡くなられたお子さんあるいは水子さんに対する手紙というものだなということが分かりまして、これは何とかしてお届けせんなんという形で、そのちょうどポストの前のごま壇、斎藤ごまのごま壇でお焚き上げをしてお届けだと。それ以来毎年春と秋のお彼岸にお焚き上げをして空に配達してきました。神戸市のこちらの一家も8年前に亡くなった家族への思いを届けに来ました。もう家族で出かけるときはもうずっと一緒にいるみたいに。長男の光大ちゃん、1歳1ヶ月の時に原因不明の病で突然この世を去りました。去年このポストの存在を知り、以来家族みんなで訪れ光大ちゃんと心をつなげています。9歳のお誕生日おめでとうと、やっぱりそのね、姿がないっていう状況と、まあこの世にいないっていうところで、まあ一つでもなんか向こうの世界とつながってるっていうのはすごくなんか助けられるポストだなっていうのは。京都府宮津市に住む堀久美子さんは8年前に肝臓の病で弟を、3年前には母親を肺がんで亡くしました。共に暮らしていた母親とはよく買い物や温泉などに一緒に出かける仲良し親子でした。母親が亡くなり憔悴した堀さんを救ったのが緑のポストでした。3年間毎月欠かさず母と弟の2人に手紙を書いてきました。もうほんまの普通の日常的なことなんで別にこれといって何もさ、ないんですけど、多分そういうことを聞いてほしいんですね。私がやっぱり手紙でこう思いを吐き出すっていう感じでは精神的に楽になりましたね。そして今日、緑のポストに投函された手紙の供養が行われました。配達の時が来ました。長男を亡くした家族や堀さんも見守ります。この手紙きっと母と弟に届いてると思います。これまでで一番多い215通の思いが風に乗って天に昇っていきました。